それではこれから2回戦の方を始めたいと思います。盛り上がる準備できてますか？はい、ここからは今までやったゲストバトラーと本日予選を勝ち上がった8名の MC、 本日の予選の人数は100人です。100人の中の8人強い MC が上がってきますので、ほとんど感情なしで全上がっていきましょう。それでは第1試合呼び込みます。リバーキッド VS トリッキービッキー、上がってきてください。2回戦回していただく DJ は DJ クレハ。2回戦も同様で2試合交代でビートの方変わっていきます。少々お待ちください。それでは2回戦1試合目のビートはこちら。じゃんけんお願いいたします。最初はグーじゃんけんぽい、あいこでしょ、ここでいやそれではいきたいと思います。先行リバーキッド、後攻トリッキービッキー、8小節3本勝負、レディーファイト。いや今日予選受け12時に来て、呼ばれたの6時待たせすぎじゃね。いや見せるちゃんといいところ、予選勝って満を持して登場。お前らもゴールの活躍も見てる、だからかかってこいよティーンエイジャー、陰の組み方はプチ神経だ。小さピッチャーより小さじいさん、美しきドブネズミリンダリンダ、ユニッカミーパー、写真家イーダ、そして街の横でも死んだピーパー。でこのピーパー味が出るし、逃げてもいいんだよあっちが出口、ファンに与える大ダメージ、これ人生かけた再チャレンジ。その上で俺もここやってきてるし、だからここ俺も出た外勝負だ、血の汚れになる俺のエアポッツマン。これだけだよお前よ、そのライム全部聞いたことある。そのライムだけじゃダメ、俺の底を踏み返してみろ、峠踏み返してみろって言うならば、俺もあんたに言うことがあるぜ。あんたが女性で待たせすぎとか文句言っちゃってかませる気、ないだろ、逃げるマイカフォン、まるでカホになってる。あんたビート乗ってないから、持ってないパワー、羽ばたいていく、飛んでないじゃん。俺がビート乗ってないとかかましてないのとか嘘なの、周りは誰じゃん。それだけの話、お前のそのラブも全て見え見えだ。お前のマイクをネカモード借りてる、全部テンプレート、ドーンパレード狙いテンプレート、ワンツー決めてチェックレイト。普段見てた舞台で毎回滑ってるやつに俺は言われたくはね、見え見え、今日の俺はキレキレかませない、こいつ機嫌切れ。勝てるつもりすらねえから分からせに来た、俺も団地から成り上がりに来た、団地暮らしダイミングの連打パンチグマシンシロー。判定に移ります。先攻リバーキッド、後攻トリッキービッキー、勝者トリッキービッキー。ナイスバトル、楽しかった人、オッケー、満足、マンマ VS チャンス、上がってきてください。先行後攻じゃんけんお願いします。最初はグーじゃんけん、ここでチャンス。それではいきます。先行チャンス、後攻マンバ、8小節3本勝負、レディーファイト。予選を見てた、あ俺は眺めてた、夏が笑えてた、腹を抱えて誰が笑えてた、
で思って勝ち上がる。お前背負ってへんからさ、かわさないと言えないよ。鼻で笑いて鼻につく MC はチャイキルでたたたきつぶす MC。 予選のやつ任すとけてチャンスを潰して社会の宣言。Yeah, yeah. 笑えるパーツでも口角は上げても沖縄街のローカルなのに心臓を胸元に出して俺ごときでジャイアント君って思ってる時点でお前のスタイル。それでいいのかな。飲み込むこれ俺のペースだな。危ねえ、電気足りねえよ。だから俺はもう飛びすぎてジョークが居場所って決めてんだよ。落としたステージとポイズ食らって俺ステージ4。そし開くパトラの箱って気づいたら三通の川の向こう MC。 バタフライナイフ、あんたは大好きなパイセンだと思ってるからさ、首元と喉元の切り方はアイドンキー。でもパンチラインの打ち方知らないコポーズバブ何やってんの。俺爆撃派チェイシャッ、お前ハリトム爆撃派もう入って死んで通路を広げ、俺はもう夢中トーニング中ついてこい。俺なんと中途半端なヒーローパッチな俺は予選から成り上がって活躍。芸術は爆発ってステージで手のひらタップダンスと、俺の手のひらの上で歌ってくれてありがとうね。チームとギャースホール、俺が喉ごとき君のダンスホール。終了。先行チャンス後攻まんま勝者チャンスです。ただもし一言あれば、あ、いいです。そして予選から上がって1回戦負けしてしまってマジで申し訳ないです。沖縄から来て日本サイファーっていうクルーのリーダーがイベント売ってるんで、沖縄で遊ぶ際はマジで連絡してくれたらおもてなしするんでお願いします。ありがとうございました。じゃあ最後みんな連絡してあげてください。おいます。ジョナッシ VS アマチュー上がってください。ジョナッシー、アマチュー、イエーイ。ここでビート変わります。 DJ クレイ。ここで、イエーイ、イエーイ。それではいきます。先行ジョナシ、後攻アマチュア、8小節3本勝負。イエーイ、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 アンサークレジーデューバトルのライブヤバすぎて俺もそのガラガラっすわ。でもみんな同じチャンピオンジョナシ、みんな俺たちチーム友達。バチバチ嵐に聞いてる、その笑顔見れて嬉しいぜ。バッチリやろうぜ即興フリースタイルくじ抜け大好評。予選上がりはここで叩き潰す、俺も前回は同じ顔だからな。そこから勝ち込み、よげたテリトリー、教えるバトルの手取り足取り。お前予選上がる割には実力足りてんじゃねえのか。これで4回目の敗北だ。させないイメージ、バッチリやってるステージの上でもさ関係がないぜ。俺にとってヒップホップライフライン、デストラッチでも出せるタイプタイム。いやデスト達そんなもん同じだ、不良みたいなもん叩き上げてきた。俺の人生は悪天候、レップしに来たので今の完璧じゃ。俺と真剣だよ、それぞれあるバックボーン、カラサバクソンライブナイツでカメラアクション、下手すぎるラップなら必要なバッション。勝利を込めてのワンバースなんじゃねえの。よ、それで致命傷、生まれに転校、俺もレップしてる自立支援長。バッチリとやってるってこのアスタアンパじゃねえから国立だった。俺が勝ってありがとうさ、ラップで見つける母さん父さん。散歩
全員覚えとけ。俺の名前を覚えろ、墓場まで。アンダー20で吹かせる新たな風。判定へ移ります。先行ジョナシ、後攻ハマチュー、勝者ハマチュー。ハマー、よし、来たことある。ハマうますぎる。ジョナシーって言います。ジョナシーっていうラッパー知ってる人いますか？うわ、全然いない、全然いないですけど、俺音源マジクソリアルなんでバッチリ聞いてください。あと仲間のその北本雄星と今日俺予選上がって、北本雄星は上がってないんですけど、俺予選一人で上がって、でもマジでクソで、もう体力消えちゃって、もうライブマジぶちかますんで、次も呼ばれなくても芸人とかアイドルとかが呼ばれて変なバトルシーンになっても俺はそっから予選から叩き上げるんで、プレイヤーもヘッズも関係ない、全員でリアルなヒップホップ作っていきましょう。ありがとうございました。大きな拍手お願いいたします。ブルース、 IT1 上がってきてください。ブルース、ビート変わりませんので先行方向じゃんけんお願いいたします。最初はグーじゃんけんポーズ、はい、これしよう。それでは行きたいと思います。先行 IT1、 後攻ブルース、8小節3本勝負、レディーファイト。あの舞台から何か見えたんで、俺もろくでなしここ始まった。お前ブルース名前の割に見た目は俺の方がろくでなしで、かかるからこの意味がない週だし、まず俺が先行か、お前はまず世界だけだ、この中身なら聞こえてこねえんだな。生きてるラップ、そいつを届けマイクに通じたこの熱量、ハマハマの風を見せるよ、時代を変えるブルースは伊勢崎町からなって、ブルーライト BGFP 生きてるラップ、魂を込めて生きてるね。予定上がりのやつとしてね、マイクの持ち方分かってないね、お前の声なら届いてないね、見た目の割に軽い感じないね、面白くね、見た目のおまけ、名前負け、それじゃ何がクルーズだ、お前の痛みなんて何も聞こえてねえや。足の匂いやら、そういう風、俺はそういうものを身につけて、 Yeah、 そいつ、そして、奴のこと気持ちを一心に背負う、こいつがパンチで、みんな、言うと、Hey Yeah、 誰も真似できない言葉、言い訳、お前最高、俺神奈川でも、レベルで言われ、背中に乗るまで夜だけで、はじめまして、閉じろ愛だくち、いや人生これが網なくじ、全員包み込んだこれバリアフリー、俺はいいぜ、お前神奈川、俺は岩手だ、お前が妻でオーブン狂わせ、俺が岩手か、ここに大津だ、やっぱな、イケてる街に行もんなんだ、俺もやってきたんで、山梨県ライフは6時間の縁、未だに思うぜ調子はまずな、紡ぎ続ける、こいつらが分かんなくても結構だ、お前の心こいつに刺さそう、あのプロビデオが鼻が上げて終了。それでは判定に移ります。先行 IT1、 後攻ブルース、勝者 IT1。 Yeah、 横浜から来ましたブルースです。ビートはマチルダ、メリー・ジャクソンのビーツ、Yeah、 俺はマチルダさんと曲を落としたぜ、Yes、 調べれば出てくる、レオン、マチルダ&ブルース、Yeah、 俺は地元をレップするんじゃなくて背負い続けるまでやるだけだぜ、ずっとやるぜ、ありがとう。お願いします。次の試合 CM VS 悲願、出てきてください。ここでビートが終わります。 DJ クレハ、
とマネキンの臓器林かき分けろスープも言わずもがペラキモン俺別に何もしてないんだって片目の前に餌腹減ってからけナイス DJ。 それでは先攻方向チャンケンお願いします。先攻でチャンケン勝った先攻ワイワイ。それではいきます。先攻シェン後攻ヒガン始まります。三本勝負レディーファイト。移ります。先攻支援、後攻悲願、勝者支援。ありがとうございました。まあいろいろバトルでもいたしめちゃくちゃ上手かったんですけど、まあ MC バトルとかラップってそのもうラッパーだけのものじゃないことになってるのは重々承知なんですけども、まあこんな見た目だけど私はヒップホップが好きだからその一つの手法としてラップやってるんで、まあそういう人だと思ってもらえるまで自分でやり続けられたらなと思うので、これからもチェックしてくれたら嬉しいです。ありがとうございました。服部半蔵ぶりです。フランス戦です。先攻でジャンケンお願いいたします。先攻でジャンケン勝って先攻。あ、キラー負けろー。先生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 行きます。ハトリ半蔵先攻ピラフステージ後攻ハトリ半蔵発祥節3本勝負レディーファイト。いや確かにネタキャラだけどさすがにこんなちっちゃい子には負けませんね。なに服部さん俺二十歳だけど君何個下。いや多分俺の弟と同じくらいだからディスりづらい。いや身長はちっちゃいけど初めてのバトルで声はちっちゃくならないように頑張ってくれよ。Yeah.
し12歳くらいだよね。明日中学校の入学式なんだろ。いや、じゃあこの帽子をお前に授ける。思います。先攻ピラフ選手、後攻服部半蔵、服部半蔵です。魚チャーハンって曲を出したんで聴いてください。ありがとうございました。ミツキ VS セシア、上がってきてください。パッパ上がって。すいません、チローなもので。誰か。最初はグッチャケファイト。あ、まだビートビートやりたい放題なの、お前は。それではここでビート変わります。DJ グレー。 Yeah! Wow! Countdown 始まってる。 Last year!DJ、 このビートむずはい、それでは頑張ろう。ここ、はい、それではいきます。先行みつき、後攻セシア、8小節3本勝負、レディーファイト。マジでふざけじゃねえよ、人生かけてよ、で叩き上げで上がってきて1回戦、こんなクソラッキーカード、マジで熱が冷めるわ本当によ。まあみんな知ってる、こいつのリザーバーわけ、前回優勝者、後来優勝者のロンローだったらしいぜ、お前来んなよ。何言ってるかわからん、久々のステージ私は無敵、大胆不敵の頭はクレイジー、滑るのセシア、ストークボードを差し上げます。どうぞ。あ、そっか、これいつもやってるフライデーじゃねえから、あと2本も前のバス聞かなきゃいけねえのかよ。あのうんざりだぜ、ほんとパンツどうぞ、いらねえよ。自分にそんなに女の価値がないってことにも気づけ。動画は終わるからこっちとしては助かる。いや悲しい、マジ悲しい、ラップなんてかましてるかわかんないし、なんで1回戦私勝たせたの、これ以上ラップ見苦しい、惜しい、私も2小節つけるのめっちゃ苦しい、だから助けてくれ、あなたのフリースタイルのがかっこいい。いや、なんでお前が1回戦上がりたかって、1回戦のカード相手の方もクソカードだったからだろ。そんなとこに枠割いてんじゃねえと、予選には池田 MC もっといたぞ。いや本当にそうなの、っていうかあなただって真面目にラップしてた時期があったでしょ、なんでそんな風にふざけるの、好きならば貫けよ。私は好き、好きなこととできることは全く違う、だから私はやれることをやってる、今パフォーマーになってる、だから匠がラップする、こいつめっちゃラップかっこいいね、聞いてくれ。びっくりした、いや、そこにクリリンがいた。終了。これは何だ、これは何だ、びっくりした。それでは判定移ります。イエー、先攻みつき、後攻セシア、勝者みつきになります。お前困ったからって俺に振るな。みんな一回戦勝たせてくれてありがとうございます。自分すごいラップ好きなんですけどできないんですよ、下手くそで。でも好きで現場来ちゃうんで、出してくれてあったかい箱ですごい楽しかったです。でもみんな自分のみんなのこと私好きなんで
あんなアンチしないでくれるとありがたいし傷ついてるんで結構ただ楽しくて現場いるんで、みんなもこれから好きなように盛り上がってってください。大きな拍手お願いいたします。アソーギ VS ジョーカークラウン出てきてください。ジョーカークラウン、ヒエヒエヒエ、リード変わりませんので、先行ここじゃんけんお願いいたします。ヒエヒエ、それでは先行アソーギ、後攻ジョーカークラウン、多少で三本勝負、レディーファイト。つなぐ意志と断片的情報、おじい自慢このマリトモ町と宮古島のラップこそ東京強行突破だ今日も、イエー、握るマイクに熱がこもるよ、温まりっぱなし、マイク握ってぶっぱなし、俺の音ぼとけで当てる地元のろし、メーゲーメーゲー飛んでってるさらば、ここで唾を吐く、敗北の世界に次と待つ、眠ってるポニコすぐさまおいでよ、ここで足りない、始めるため原始原始頭揺らしながらすぐそばジャッシー、南風が吹いたから、俺もこの場所やってきた、あんたの背中に包み飛ばす、宮古島の台風が吹き飛ばすよ、俺のワンマイク熱がこもる、これマイク握るぜ、俺のマイクに熱伝導、俺がかまさなきゃ誰がけつけんの、ああその熱も一度冷まして俺がつけてやるよ、お前がアンサーの罪飛ばず、俺の背中見ろ 2days、 カル2フェイスに輝き歩いて回り、すぐそばに食せ靴返す、ここに繰り返す、クシクシてる一匹残らず、月水と待つとお前2フェイス、俺は一つの顔でやっている、俺の握ってるワンマイク、いや、まっすぐ生きるがラップスキルだよ、走り抜けてる東京の街でも同じように言わせる、アソーギかましすぎ、いや、引いてのジョーカー当たりくじ、ジョーカーが当たりくじ、何を言ってんだお前は、俺が何回ここで言えば気が済むんだ、キングはジョーカーに勝てねえんだよ、分かってんのか、お前もそこらの市民と一緒、俺が見てるのはキング、いや今日いるチャンス、終了、判定に移ります。先攻アソーギ、後攻ジョーカークラウン、勝者ジョーカークラウンとなります。アソーギー、アソーギー、一言あったら、沖縄の宮古島レベゼンのアソーギーです。いっぱい曲出してるんで、よかったら聴いてください。ありがとうございました。また来ます。アソーギの曲チェックしてあげてください。